撮ってる？撮ってない。じゃあ撮って。はい。さあ、というわけでやってまいりましたね。来たね、久々だね。マインクラフト、どうやって始めてたっけ、いつも。よー、それとどうやって始めたのかちょっと覚えてないけど、まあ今回はその黄昏の森に行く準備編、まあ番外編ということで、うん、まあゆるーくね、まったり、まああんま頑張らず、あのマイペースに保険をいっぱいかけてやっていこう。じゃあやっていきますか。うん、いいよ、もう好きに動いていいよ。あ、じゃあいきますね。うん、おもむろに、うん、お前マイペースすぎだろ。さあ、ていくか。まあ黄昏の森に行く準備は結構そのシンプルというかね、ダイヤモンド取りに行けば、まあ、あらかた揃うというか、うん、あとはお花だね、拾っといて。お花任して。拾え拾え、全部拾え、全部目に見えるものは全部拾え。もう30ぐらい拾ってんだけど。肩肩もういらない。そんなに行こう。ご飯欲しい、ご飯、お腹空いた。あ、いいよ、じゃあ今取ったやつ食べて。食えねえし。頑張れば食えると思うけどね。これ木なさすぎだろ。確かに木の牛はいたわ。いやいや、牛単品じゃ。あ、馬もるな。木 ねえなっつったけど、目の前にいたもん。あれマジで木見てる気がする。うん、ここ、まあ、新しく作ったワールドなんだけど、一個も見てないよね。そういえば見てないけど。で、なんか割と孤島なのでは、これ。緑がいっぱいあるから安心してたけど。うまだ、馬いったよね。え、お、馬もいるって。まあでもこれロバじゃね。え、関係ない関係ない。これ鳴き声がロバだって感じ。あ、馬だこれ。うるさい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 。うるさいよ、馬刺しになっちゃうよ、あんま言うと。木ないのでは。木なさすぎるな。お前がオンリーワンで、お前だけしかこの島には木がいないんだ。俺増えないからな。いやでも頑張ってみれば増えるように。ああどうしよう。でもほんとないね、ガチめのなさでびっくりしてるわ今。ちょっとないとかじゃないんだ。ないよ、本格的に木がない。え、やばっ。うわ、完全孤島だこれ。積んだ。死の島だな。やっぱ命かけて海渡るこれ。命がけだぞ。あっちにあるよ島。マジで。よし、じゃあガッツがあるものだけがいけるオアシス目指していくぞ。あー、あるかなあれ。あ、あるじゃん。ある？山の上にあるじゃん。あー、なんとか渡りきれたわ。なかなかなんかいい形の山だね。なんか水に囲まれ、なんか最初のワールド思い出すんだけど。確かに似てるね、特にこっち側のこのライン、ね、あ、石炭もあるぞ、洞窟もある、山の中に。なんか似てるな。これ登るか。え、もうはぐれてんじゃん。てかその隙マジで見失うわ。マジ紛らわしいな、その木が勝手になんか削れてってて、何が起きてんのかと思ったわ今。びっくりした。木が木を切って。じゃあ考えた遊び発表していい？あ、どうぞ。じゃあしりとりね。
いいよ。ルールはしりとりなんだけど、うん、言ったものに対して次の人がよりいいもの、高いもの、強いものを言わないといけない。高い、うん、まあいいものだね、あらゆる点で、うん、OK？ なるほどね。じゃあ俺言うよ、うん、ダイヤモンド。なんで最初からダイヤが出てくるの？しりとりからでしょ。しりとり。じゃあ控えめでどんどん上げていく感じね。うん。リス。スイカ。よく分からってない。いやいやいや。スイカリスにさぶつかったら死ぬでしょ。俺でも死ぬもん。なるほど。うん。まあ、蚊だね。じゃあ蚊か。スイカにカバーね、距離強くなったね。カバー？カバーに勝てるやつおる？カバー？バカ、うん、バカは勝てないでしょ。いや、バカは強いよ。勝てない、勝てない、無理無理無理。いや、パリピとか実際本気出したらやばいと思うよ。一口を車で引いたりするもん、多分。いや、聞かないでしょ。いや、もうむしろ車ごと食われるわ。それは嘘、それは嘘。いや、舐めてるって、あいつらボート食うから。あ、分かってる。じゃあカバね。バ、バー？勝ったな、これ。バカバイヤー、バイヤー、バイヤーは強いでしょ。まあ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 、バイヤーは強いよ、きっと。あっ、捨てちゃった、銀のピッケル。ちょっとなんだ、銀のピッケル捨てて俺積んだ。大丈夫かな、木がある、まだあるある。ちょっと大丈夫か。バイヤーだぜ、まあ、バイヤーはまあ確かに、そのカバーを、カバーって売れるのかな。まあでも武器は持ってるでしょ、バイヤーでも。悪いバイヤーだけど、完全に密猟者の。まあ、悪ければ悪いほど多分強いからさ。なるほどね。願ったり叶ったりでしょ。まあまあ。いやか、バイヤーに勝てる。バイヤーだってなかなか強いよ、存在的には。いやか。あったー。嘘つくなよ、本当に。あ、本当だ。俺の勝ち。やだ、や、いや、終わったから。ダイヤモンド見つけたら おしまいなんだ。そうでしょ。何そのルール。あー、いいわ。いや、100歩譲ってそっちの、そっちが言った後に見つけたら分かるけど、そっちが回答のターンだからな。はいー。はいー。じゃあ半分どうぞ。おお、6個もある。マジで？ほんとだ、うまい。よし、じゃあ帰るか。うん、用は済んだ。遠いな。嫌だよ、嫌。嫌。うん、そうだね、やかん。あっ、吹っ飛んじゃった、ごめん。その場合はもう一回できるから。
しりとりルールどこ行った？挽回できるよ。はあ、認めろよ。いやで見つかんないって認めろよ。SM それはない。じゃあバイヤーを占めるヤクザよ。お前なんかそんな生々しい方向に持っていかれたら困るな。出しづれザザザ。ザリア。ザリア、ザリアはどういうこと？だからゲームのオーバーオーツ。いや、わかるよ、わかるよ。うん。わかるけど、なんで勝てるの？強いでしょ、ザリア。ビームだ、ビーム。うわぁ、どうしようこれ。これでいこう。あ。おいおいおい、頼むぜマジで、かかってくれよ。エンジンおいザリアで何も出てこないからってそういうことすんのかお前は。え、いや出てくるよ。何そう、いい、ちょっと道間違えすぎじゃね、さっきから。上から、ま、こっち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 。闇だ、闇闇だよ、木野さん。わかんなくなる、本当に。まだ上でしょ、松明があるし。猿でもわかるぜ。こっから階段とかと思ったらそんなことないし。なんでちゃんとさ、帰れるように掘らない。死にたいのか、落盤で。舐めるなよ、お洞窟を。おお、なんか間違えてるぞ。大丈夫だよ、あれは。もう二度と、あそこ二度と、もう通らないから。ちょ、ベッド作んなよ、ベッド。羊毛がないとベッド作れないからね。